こちらピコです。今日はプリウス専用品4アイテム紹介したいと思います。まあってことでじゃじゃん、新型プリウス、借りてきましたので、今日は残念なお知らせが、いつも出ていただいている P さんがちょっと流行り病にかかってしまいまして、今日は私ピコが一人と、いつも編集と撮影をしていただいている RA109 さんに声の出演をしていただきますので、よろしくお願いいたします。では早速商品の方を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。プリウス専用エアコンドリンクホルダーの助手席用、まず開封していきます。はい、中身は製品本体と取扱説明書になります。はい、はい、では早速取り付けていきたいと思います。ドリンクホルダーの取り付け方法の確認をしてみましょう。はい、製品裏面を見せていただくと、はい、両面テープが上の面と側面と下の面、はい、3箇所ですね、うん、はい、とあと爪が横に2箇所で、反対側に1箇所で、下側に2箇所、計 5箇所での取り付けになります。はい、はい、次当てがってますかね。位置の確認ですね。はい、はい、なのでまだ両面テープの剥離紙は剥がさないで、爪もかけない状態で、はい、まあここに取り付くよーっていう感じで製品を当てがっていきます。よし、まあこんな感じで取り付く感じですね。見えますかね。うん、はい、はい、じゃあ位置の確認できました。できました。はい、では、早速じゃあ次は取り付けいってますか。取り付けの前に、はい、前にまずはこの商品両面テープで取り付くので脱脂をしていきます。はい、まあそんな時はまあいつものおなじみの VP90 ダッシュボードクリーナー、こちらで脱脂をしていきます。はい、じゃ両面テープのちょっと位置を確認しましょうか。はい、まず上の面の両面テープはまあこの辺ですね、この辺りにいますの、ね、はい、で側面の両面テープここですね、はい、こちらと、あと下側、こちらの両面テープ、まあこの辺ですね。はい、はい、なのでそこを重点的に拭いていきます。よいしょ、まあついでに周りも綺麗にしてます。はい、よいしょ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 、こんな感じかな。はい、脱脂OKです。では早速取り付けていきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、では早速取り付けていきたいと思います。で、まずは両面テープの剥離紙を剥がしていきます。よいしょと、上側と横面は、全部剥がしていいですね。そうですね、はい、はい、ってことでここで注意なの、下側の両面テープは全部剥がさずに、はい、左側から剥がしてもらって半分だけ剥がします。半分だけ剥がしてさらに手前にちょっと折り込みます。まあ、こんな感じで、よいしょよいしょ、はい、うん、折り返しておくんですね。折り返します、はい、この状態で、早速取り付けていきたいと思います。はい、はい、まずは先ほど確認した位置に製品を当てがっていただいて、まずは上側の方を押し込みます。カチッて音鳴りました。はい、はい、そしたら今度先ほど折り込みました剥離紙、こちらを手前に引っ張って剥がしていきます。破らないように注意してくださいね。よしとよしとよしとよいしょ。よいしょ。はい。はい。はい。すいません。見えますか？右手でやる。はい。はい。取れました。で、そしたら、押さえて、まあ、押さえて、両面テープの位置を押さえてもらって、はい、で、あとは、爪。爪がちゃんとかかっているかを確認していきます。まあ、こちらもしっかり押し込んでもらって、うん。ね、かかってますね。よし、大丈夫そうです。大丈夫ですかね。はい、完成です。はい。はい。まあ、簡単に取り付けられましたね。
お、いいんじゃないですか。うん、かっこいいですね。うん、かっこいいです。はい。じゃあ、ドリンクの方入れて確認していきましょう。はい。はい、まずは定番、600ミリペットボトルですね。はい。はい、うん。出し入れ問題ないですね。こちらのピラーの乾燥とか大丈夫そうですかね。そうですね。まあ、プリウスだいぶピラーが寝てるんですけども、まあ、特に出し入れ問題なく行うことができます。はい。はい、続きまして、まあ、極太ペットですね。まあ、コーヒーとか、あったかいお茶とかあるんですけど、まあ、これもいいことです。うん。これもしっかり収納することができて、出し入れも問題ないです。はい。はい。続きまして、コンビニコーヒーのホット。はい。こちらも、今ちょっと空なので、若干浮きますけど、まあ入ってたら特に問題なく。で、出し入れもスムーズに行うことができます。で、続きまして、コンビニコーヒーのアイス。はい。まあ、こちらもちょっと空なので、ちょっと若干浮きますけど、まあこちらも入っていれば問題です。出し入れも、はい、問題なくスムーズにできます。うん、で、最後に、缶コーヒー、補佐缶ですね。はい、こちらも入れてみましょう。うん、こちらも出し入れは問題ないです。で、こちら製品の方、下側にクッションがあるので、うん、まあ、ガタつき防止になってまして、さらにですね、上部に、補佐缶スペーサーがある。はい、で、こちらも補佐缶をガッチリホールドすることができます。はい。はい。出し入れも問題ないです。はい。はい。助手席側のサイドミラーの映り込みをちょっと検証してみましょうか。はい。はい。まず、これ今、私の運転、まあ姿勢というかポジションなんですけども、まあ全く被ることなく、ミラーを見ることができます。全く干渉してません。ちょっとカメラ渡すので。はい。はい。まあこのくらいですね。うん、全く干渉してないですね。はい、その状態で、はい、シート一番前にしてみましょうか。そうですね。はい。よいしょ。ちょっと電動なので、遅いですね。よいしょ。こんなもんかな。これが一番前の状態です。はい、うん。こちらでも全く問題ないです。全く被ってません。はい、一番後ろにしてもらって。はい、では、一番後ろ。うん、三角窓にちょこっとかかるか。ね、まあそうですね。サイドミラーにはちょっと干渉しないですけども。はい。そうですね。はい。こちらも問題なく、サイドミラー見ることができます。はい。では、製品つけた状態でドア閉めたいと思います。うん、全く干渉ないですね。うん。まあここと、まあ距離近いんですけども、ドアと。全く問題ないです。ですね、はい、はい。はい。では、衣装面見ていきたいと思います。まあ、運転席同様ですね。車両側のインパネの、なし地しぼに、まあ、合ってる感じですね。つや消しな黒のなし地で。で、さらに、まあ、内側がですね、つやありの黒で。まあ、同じ黒でも違うので、まあ、コントラストですか。まあ、はい、結構いい感じに。まあ、シックにまとまっててかっこいいと思います。で、まあ、形状も、まあ、車両に合わせた感じで、まあ、すごい一体感が出て、いい感じに仕上がっているかと思います。はい。ではですね、運転席のドリンク、助手席のドリンクと、ETC カバーと、コンソールトレイ、プリウス専用品4アイテム取り付けましたので、早速ドライブ行きたいと思います。はい、行ってきまーす。